次、健太郎君。はい、以上。おはようございます。自民党の上杉健太郎でございます。質問の時間を機会を賜りまして、理事の先生方、先輩委員の皆様に感謝申し上げます。トップバッターでありますが、今日自民党から福島代表して、私が、また岩手代表して、藤原先生が、質問をさせていただきます。まず、大臣にお伺いさせていただきます。今もう震災からですね、間もなく10年ということになります。大臣ご就任以来ですね、福島県にお配慮いただいたり、また私どもの福島県の地元の首長さん方もそうですし、議会、県議会もそうですし、各団体の皆様の要望ですね、本当に親身に聞いていただいてきたと、本当に感謝をしております。そういった中で、10年を迎えるにあたってですね、今までの総括とですね、また11年目以降も含めてですね、ご決意をまずは賜れればありがたいというふうに思います。柳沢復興大臣。委員が今指摘されたように、大震災から来年の3月で10年になるわけでございまして、私はこの震災の直後、尾長とか一部の被災地回らさせていただきましたけど、もう本当に惨憺たるもんで、言葉を飲んだ記憶がございます。しかし今度新しく復興大臣を拝命しまして、災害の被災の程度の大きかった地域を中心に回らせていただきましたけど、見違えるように、町づくりは進んでまして、ですから地震とか津波被災地域においては、住まいの再建とか、あるいは町づくりというのはおおむね完了しまして、総仕上げの段階に入っていると、要するにハードの面ではかなり進んでいるなという感じを受けましたけど、もうこれで終わりじゃないんで、とりわけソフト面で、ね、やらなきゃならないことがまだいっぱい残ってますので、これはこれからの私たちの大きな仕事であると思っています。それから福島では原子力災害被災地域で復興、再生が本格的に始まっているわけですけれども、住民の皆さんの帰還に向けた生活環境の整備とか、あるいは移住の促進、あるいは風評の払拭といった大きな課題が山積しているわけでございまして、そういったことを考えますと、今後も国が前面に立ちまして、そして中長期的な対応を取っていくことが必要ではないかなと思います。こうした認識のもと、今後も現場主義を徹底して被災地に寄り添いながら復興を前に前に進めていきたいと考えてますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。委員長。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。ハード面、ソフト面、それぞれこの10年間でですね、前にずいぶん進んだものもありますし、そこは本当に感謝をしているところでありますけれども、まだ積み残しといいますか、多々課題が残っていると。また一方で、今度は11年目以降、20年目までですね、いろいろとこの新たな、福島、宮城、岩手のですね、復興、そして地方創生の模範となるようなことも必要だというふうに思っております。今大臣、ちょうど今ハード面というふうにおっしゃっていただいたので、ちょっと質問の順番入れ替えて、先にこちら質問したいと思いますけれども、特にハード面で言えば、昨年東北は台風19号もありました。で、震災復旧の現場の工事等々とですね、またこの台風の復旧等々で、建設現場、いろいろとこう、大変な状況が今来ております。で、ちょっと復興係数についてお伺いしたいというふうに思いますけれども、いろいろ資材が高騰していたりですとか、で、また人件費も上がっている。で、現状の復興係数、復興部係については、地元の団体からもですね、継続の要望が出ているところであります。で、まさに今ちょうどこの秋冬でありますから、実態調査をしているところであるというふうに思いますけれども、で、これはその実態調査に基づいて設定をするということが基本でありますが、地元の要望もしっかり受け止めるということを役所の方にも聞いておりますので、復興係数、そして復興部係、これは地元の要望を受けてですね、継続お願いしたいというふうに思うんですけれども、いかがでございましょうか。友和、はい、国交省大臣官房技術審議官。お答え申し上げます。国土交通省におきましては、公共工事の発注者の責務といたしまして、施工の実態などを的確に捉え、
適正な予定価格の設定に努めておりまして、これはですね、令和元年6月の改正品格法にも位置づけられているところでございます。具体的にはですね、国土交通省が実施する直轄工事におきまして、調達環境の厳しい建設資材を使用する工種などにおきましては、標準積算で想定する現場条件と実際の現場条件に乖離が生じる場合は、積極的に見積もりを活用するなど予定価格を設定しているところでございます。こういった中でですね、東日本大震災からの復旧復興事業が進められる被災地域におきましては、地域全体で非常に広範囲にわたって調達環境や施工環境が悪化していたということでございまして、事業推進にあたりましては円滑な施工体制を確保する必要がございました。このため、平成25年度から岩手、宮城、福島の3県におきまして実施する工事につきましては、現場管理費などにおきまして予定価格の補正を行ういわゆる復興係数というものを導入いたしまして、施工の実態などを踏まえながら措置を継続してきたところでございます。来年度の取り扱いにつきましては、被災3県や関係団体から、その継続のご要望をいただいているところでもございますし、現在実施している被災3県における、直轄事業の間接費に関する実態調査の結果や、令和元年度の、東日本台風による復旧状況を含む被災地域の現場状況などを踏まえまして今後検討してまいりたいというふうに考えております。はい、上杉健太郎君。ありがとうございます。乖離ということで本当に乖離をしておりますので、ぜひ岩手、宮城、福島ですね、継続を強くお願いをしておきたいというふうに思います。続いて風評とですね、輸出農業関係でありますけれども、各国の輸入規制はですね、徐々に解除になってきておりますけれども、でまず本年ですね、各省庁さんのご努力によっていくつかまた輸入の解除になったというふうに思いますが、まずそこを教えていただけますか。道の農林水産省大臣官房審議官。お答えいたします。2011年の、東京電力福島原子力第一福島第一原子力発電所事故以降、54の国地域が輸入規制を導入いたしましたが、政府一体となってあらゆる機会を通じて規制撤廃を働きかけた結果、本年にはフィリピン、モロッコ、エジプトが規制を撤廃するなど36の国地域で、規制が撤廃されました。しかし未だ18の国地域で規制が残っております。本年3月には震災から10年の節目を迎えます。本年4月に発足した農林水産物食品輸出本部のもと、あらゆる機会を捉えて科学的根拠に基づく輸入規制の緩和撤廃が進むよう粘り強く働きかけていく所存でございます。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。直近だと11月2日にエジプトの方が、撤廃をしてくださったということであります。まだその残ってはおりますけれども、特にそのアジアですよね、最も私たちの例えば米も牛肉もですね、素晴らしいものが東北地方にはあって、それをしっかりと輸出できるその最も近い国たちが、まだ、解除をしていないということでありますので、しかしながら、で外務省さんを今日お越しいただきましたのでちょっとお伺いしたいと思いますけれども、先日日中外相会談がありました。多岐にわたって、茂木外務大臣がですね、交渉してくださったところでありますけれども、その中で一つですね、この私たちのこの風評とですね、で輸入規制についても要請があって、そして王毅外相からですね、いいお話をいただいたというふうに思っております。今いろいろとこの難しい中でしっかりと前向きにですね、交渉していただいたと評価をしておるんですけれども、一応ご報告いただけますでしょうか。外務省石月大臣官房参事官。お答え申し上げます。先月24日に行われました日中外相会談におきましては、茂木外務大臣から来年3月に東日本大震災から10年目の節目を迎えるということを踏まえ、
中国による日本産食品輸入規制の早期撤廃を改めて強く求めました。その上で王毅国務委員長兼王毅国務委員兼外交部長との間でこの問題の解決に向けた協議を加速すべく日中農水産物貿易協力メカニズムを立ち上げることで一致いたしました。外務省としましては関係省庁と連携し引き続きあらゆる機会を捉え中国の輸入規制の早期撤廃に向けて粘り強く働きかけを行っていく考えでございます。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。なかなか交渉できなかったところがですね、その日中農水産物貿易協力メカニズムということで、まあ、交渉する場が出来上がったことがこれ0から1になったということでありますので非常に評価をしております。まあ、今までですね、まあ、党の方でありますけれども外交部会の方でも一生懸命やってきて一つの成果が出たなというふうに思っております。で米についてもですね、今、まあ、農林水産関係の米で言えばですね、まあ、今消費がどんどん毎年毎年低下していっていると。で国内から今度世界に輸出を図っていこうと農水省さんの方で5兆円の目標を出しているところであります。まあ、和牛についてもそうであります。でアメリカの方で言えば和牛もですね200トンしかなかった輸出枠が今年から6万5千トンに増えているというところであります。アメリカの方でそうなっているわけでありますから、まあ、和牛についてもですね、まあ、中国とか消費多いですからね、まあ、そういうところにどんどん進んでいくというところで、まあ、今回これが一つの希望につながったというふうに私の福島県民は思っているところでありますので、どん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 交渉してですね、早くですね輸入解除になるようお願いをしておきたいというふうに思います。で続いて同じく風評関係でありますけれども、まあ、今度は森林についてであります。まあ、いわゆる福島森林再生事業についてでありますが、まあ、やはり11年目以降もですねこの福島森林再生事業を続けていかないといけないというふうに思っております。で地元の団体さんからも今年ずっとですね強く要望をいただいておりまして、まあ、大臣はじめいろんなところにお願いを言った経緯がありました。で岩手福島もそうで岩手宮城福島すべてそうでありまして、で今年ですね、まあ、しっかりと概算要求の中で、まあ、予算を計上していただいていて、例えば私ども福島県であれば44の市町村それぞれの要望の通りにですね計上していただいて来年以降もしっかりとやっていただけるというふうに思っておりますけれども、この点についてお伺いさせていただければと思います。はい、林野庁小坂森林整備部長。お答え申し上げます。放射性物質の影響を受けた森林において間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策を行う福島県の福島森林再生事業につきましては、今議員からご指摘がありましたように福島県の森林林業関係者の皆様方から復興創生期間後の継続について強い要望をいただいているところでございます。こうした中本事業につきましては昨年12月に閣議決定した復興創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針におきまして、復興創生期間後も継続することが明記されたところでありまして、農林水産省としましては、これに基づいて令和3年の予算の概算要求において、まあ、県の要望を受け、所要の額を要求しているところでございます。引き続き関係省庁と連携しまして、森林林業の再生に向けた取り組み、しっかり進めてまいりたいと考えているところでございます。はい、委員長。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。でまたその森林に関連して、まあ、山菜、キノコ、原木椎茸についてなんですけれども、まあ、10年経っていまだに出荷制限のままであるんですね。でこれは深い問題がありますので、今まで私ども福島県連所属の議員はいろいろと議論させていただいてまいりました。まあ、100ベクレルの基準値等々ですね、いろいろあります。まあいろいろあるので今日は1点だけですね、いろいろ今規制今で各省庁さんがやっていらっしゃったことは非常に理解をしていますので、そういった中でですね、じゃあそれ難しいという中であっても何かこう糸口といいますか、11年目迎えるわけでありますから、10年経っていまだにですね、せっかく例えば棚倉町であればおいしい松茸が取れるわけでありますよ。で原木椎茸もそうでありますから、今の基準で難しい難しいと言ってずっと制限を加えているっていう、これでは良くないと思うんですね。何か努力しないといけない。
で、いろいろレクの中でいろいろ議論させていただいて、まあ、一つちょっと可能性になるようなことをおっしゃっていただきましたので、一つご答弁いただけますか。須藤大臣官房福島復興推進グループ長。お答えいたします。野生キノコなどにつきましてご質問がございましたので、その点についてご紹介をさせていただきます。野生キノコなどの出荷制限については、原子力災害対策本部が決定した検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定、解除の考え方に基づき、検査結果が安定して基準値を下回ることなどの解除要件を満たす必要がございます。一方で、現在出荷制限の対象となっている野生キノコについて、非破壊検査、細切れにして混ぜるやつではなくて非破壊検査を実施して、基準値以下のもののみ出荷する方法を認めるようにというご要望がございました。現在厚生労働省においてその実用化に向けた研究を行っていると承知をしております。引き続き関係省庁と連携しつつ、厚生労働省の研究結果も踏まえて、原子力災害対策本部の解除条件の見直しの是非について検討してまいります。委員長。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。その非破壊検査、ちょっとイメージ湧きづらいんですけど、今まで検査するときは粉々にして放射線測ってたんですよね。まあ、ちょっと違いますけど、例えば電子レンジの中にキノコを入れて閉めて測るというような、壊さないで測るということだと思うんですけれども、まあ、今までもですね、震災当初といいますか、ちょっとたった頃ぐらいはですね、道の駅ですとか直売所とかでもですね、農家の皆さんが持ってきたいろんな野菜とかをですね、しっかりそこで測って、その上で値札つけて売っていたというのがありました。ちょっと似たようなものだと思うんですけれども、その方法がですね、うまく確立されて、で、山菜もキノコも、基準値を下回るものであれば出荷できるというふうになってくれば大きな前進であるというふうに思いますので、復興庁さん、そして厚労省さん、あと農水省さん、連携をしてですね、まあ、ぜひ期待をしておりますので、進めていっていただきたいというふうに思います。まあ、今この一連のそのキノコも森林もですね、米、和牛輸出関係もやっぱりその、まあ、放射線とですね、また風評、そういったものであります。まだまだやっぱ10年経っても残っているということでありますから、しかし11年も以降も継続してやっていかなければならない、大きな課題であるというふうに思っております。で、何度もやらせていただきましたが、その放射線にしても風評にしてもですね、まあ、ある程度誤解があるからこそこういうことになっているわけであります。まさに今コロナ禍でありますけれども、コロナにかかった方がですね、誹謗中傷に遭う、これもちょっと似たようなものだというふうに思います。まあ、コロナに対する正しい理解っていうのもちょっと言い方変かもしれませんけれども、放射線については正しい理解をしっかりと進めていくことが必要であって、でそれは今までずっとやってくださってたわけであります。あとは11年目以降、まあ、未来に対してということでありますけれども、子どもたちに対してですね、風評を残さない、放射線に対する誤解を残さないといいますか、しないという意味では、何度もやらせてもらってますけれども、放射線服毒本というのが大事なわけであります。これによってしっかりとした正しい放射線の理解をしてもらって、その子たちが10年後20年後大人になったときにですね、大丈夫といいますか、正しい理解があるから、その時点ではもしかすると風評が消えているかもしれないわけであります。放射線服毒本というのは未来投資なわけでありますから、これはしっかりやっていかないといけないと。11年目以降もお願いしたいということで、これは確認をしてありますけれども、中身をですね、そろそろまた、更新といいますかですね、改定すべき時が来ているというふうに思いますので、しっかりとやっていただきたいと。まあ、そこで今日パパママ世代の代表のですね、三谷政務官にお越しをいただきましたので、ちょっとご説明いただけたらありがたいというふうに思います。はい、三谷文部科学大臣政務官。ご質問ありがとうございます。まずもって上杉先生の熱意を持って福島の復興に取り組まれていると、その姿に敬意を表したいと思います。その上でお答えを申し上げます。東日本大震災から約9年が経過した現在におきましても、原発事故に伴う風評の払拭や、いわれのない偏見、差別の解消には今なお課題があると認識しております。児童生徒が放射線に関する科学的な知識を理解した上で、原発事故の状況、復興に向けた取り組みについて理解を深めることは引き続き大変重要です。
このため文部科学省においては児童生徒の放射線に関する科学的な理解の一助となるよう放射線服読本を全国の小中高等学校等に配布するなどしているところであります。この見直しの予定ということでございますけれども、令和3年度におきましては放射線服読本の活用状況の調査結果等をもとに放射線服読本について最新の状況を踏まえた時点更新を行うとともに復興が進展している被災地の姿の紹介そして教育の ICT 化に対応したより分かりやすいデジタルコンテンツの活用などを進める予定としております。はい、委員長。別院健太郎君。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。まあ、今のやつはデータが古くなってますから、まあ、そこは変えるのは当然としてですね、まあ、例えばこれからですね文科省の方ではギガスクール構想で今タブレットを準備しているところでおそらく来年からすべての小中学校でタブレットを使った授業が開始されるわけであります。で今の放射線服読本はアナログな感じなんですけれども中に詳しくはこちらへみたいな形でですね URL が載ってますから例えばそれを QR コードにしてまさにその配給されたタブレットを使って QR コードを読み込んでタブレットの中でいろんなものを見るようにすればこれまたデジタル教育とこう合わせ技でですね相乗効果もあるというふうに思いますので、まあ、そんな形でですね、前向きにですね検討を進めていっていただきたいなと思うんですけれどもいかがでしょうか。はい、三谷文部科学大臣政務官。お答えいたします。まさに上杉先生のご指摘いただいたとおりですね、まずはこの時点の問題ですね、復興がより進んだ姿というものをしっかりと示していくということが重要な視点ではないかと考えております。それから先ほどのその ICT 化に伴うさまざまな対応、この URL が書いてあってもそれを文字通り入力してそれを出すという人はなかなかいないわけですからしっかりとタブレットで読み込めるような形へと更新していくことも重要だと思っております。いずれにいたしましてもより良い放射線副読本となるように関係府省庁等とも連携をさせていただきながら引き続き検討を進めてまいります。上杉健太郎君。はい、三谷先生どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。で、10年間の復興の姿もそうでありますしやはり11年目以降考えるとですね、新たな新しい未来といいますかですねこの福島の復興が日本の各地方のですね模範となるようなでまた日本世界の模範となるような、そんな復興を遂げていかなければならないというふうに思っております。で時間もなくなってまいりましたがそういう意味ではその希望を持てる未来の方の話をさせていただけたらありがたいと思いますけれども福島イノベーションコースト構想ですとか水素エネルギーフィールドいろんな今施策が進んでいる中で一つこれは本当に素晴らしいというふうに思っているのが国際教育研究拠点であります。イメージで言いますとですね、筑波みたいなですね学園都市のようなものがいいなというふうに思っております。しっかりとですね、今福島大学東北大学とか手を挙げてくださってますけれどもここはですね、東大もそうですしもう各地域の国公立大学でまた私立大学できれば海外からもですねいろんな研究機関を呼んで研究をしていくことが大事だというふうに思っております。でそこでちょっとお伺いしたいというふうに思いますが、この国際教育研究拠点、どのような法人枠でやっていくおつもりか一応確認をしたいので教えていただけますか。岩沢復興大臣。委員ご指摘のように今国際研究教育拠点の構想が進められたというところでございまして、これは建設は福島の浜通りの町に行われるということで今素案作りが進められているところでございます。私もいろいろ関係者からもいろんなご意見いただいてますけれども少なくともこの施設を作るにあたっては3つの条件が必要であると。一つは福島の方が喜ぶもの、福島の方がこれは自分たちの宝であると思っていただけるもの、それから2番目にはこれが日本の宝、日本の学問のレベル、教育レベルを大きく引き上げるもの、これとこういったものにしなければならない。で3番目には世界に貢献できる施設でなければならない。この3つは全部叶えるような教育研究機関、これをぜひ作りたいということで考えております。上杉健太郎君。はい、ありがとうございます。
ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。国立研究開発法人としてですね、設立の予定だということでありますし、できましたら各施設が点在しているという形ではなくてですね、今各施設点在しておりますから連携しなきゃいけないですし、そういう意味では、大学のキャンパスのようなものがいいというふうに思います。で今、時間が来ましたので、終わりにしますけれども、ロボットですとか農林水産、エネルギー、廃炉技術、放射線、環境、そういったものの分野ということでありますから、ぜひですね、例えばロボットであれば今アバターとかですね、遠隔で、ロボットを操作して、そしたら廃炉作業に使いますよね。廃炉の方にも連携することができますから、ぜひですね、この国際研究教育拠点はですね、どんどん進めていっていただきたいというふうに思います。ちょっともっとしゃべりたかったんですが、時間が来ましたので質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。次に藤原